日本語コンテッペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は花見について。花見の季節ももう終わりですかね。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。今日は花見についてね、少し話したいと思います。桜の季節、春ですね。春は桜の季節。桜、チェリーブロッサムね。日本では桜がとても人気ですね。まあ理由はいろいろあるかもしれません。だけどとにかくですよ。とにかく、ね、理由はいろいろあるけど、とにかくはいい言葉ですね。とにかくというのは、まあ理由はいろいろあるけど、でもまあ一番大事なのは、ね、そういうことです。とにかく日本人は花見が好き、ね、花見というのは桜を見ることだけじゃなくて、桜を見ながらお酒を飲むことですね。はい、花見、花を見る、だけどお酒を飲む。たくさんの日本人は花見が大好き、ね、花を見ながらちょっとビールを飲んだり、焼酎を飲んだり、まあワインを飲んだり、ね、いろいろなお酒を飲みます。お酒が飲めない人はもちろん問題ないですね。お酒を飲みたくない人はちょっと、まあ、飲み物を飲む、お茶を飲んだり、コーヒーを飲んだり、なんかこうノンアルコールのものを飲む。そして友達と一緒に話をしたり、ね、会社の同僚と一緒に話をしたりする。先週の週末に、僕は子供と一緒に公園に行きました。公園に行くとたくさんの人がお酒を飲んでました。花見をしていました。僕はいつも子供と一緒にいるときにお酒を飲まないようにしてますね。なんかちょっと悪い感じがして、僕はあまりお酒を飲みません、ね、僕のウイスキータイムは子供が寝た後だけど、先週はちょっと特別ですね。まあみんなお酒を飲んでるから僕もいいだろうと思って、僕はセブンイレブンに行きました。僕と子供はセブンイレブンに行った。そして僕はビールを買いました。子供にはアイスクリームを買いました、はい、そして僕は子供と一緒に、ビールを飲みました。まあ子供は飲んでないですよ。子供はアイスクリーム、僕はビール。子供は楽しそうでしたね。たくさんの人たちが、お酒を飲んでとても楽しそうだから、はい、みんなが楽しそうな週末でしたね。お酒を飲みすぎるのは悪くいいことじゃないですね。だけどちょっとだけだったら、まあたまにはいいですね。昼、桜は全然見てなかったですね。僕は桜見てないです。覚えてません。桜は全然見てなかった。そのビールだけ飲んでました、はい、というわけでそれが花見ですね。はい、というわけでチャオチャオ、アスタレゴ、またね。